ルドルフ・カルナップは、ドイツの哲学者。論理実証主義の代表的論客として知られる。ドイツのロンスドルフ生まれ、バルメンのギムナジウムで学び、その後フライブルク大学で、数学、物理、及び哲学を学ぶ。はじめ物理に興味を持っていたが、第一次世界大戦で研究を中断。その後、哲学者、ブルーノ・バウフの下で、デアラウムと題した、博士論文を提出し、 引き続き論理実証主義の視点から物理学上の問題について研究した。1924年から1925年にかけてはフッサールの講義に出席している。1926年にはウィーン大学で職を得、またウィーン学団の一員となる。当時のウィーン学団にはハンス・ハーン、モーリッツ・シュリック、フリードリヒ・バイスマン、オットー・ノイラートなどがいた。 また、ウィトゲンシュタインとも接触している。1928年の著書であろう実習フブを出や、ベルトでは科学的知識の経験主義的再構築を試みた。1931年からプラハで自然哲学の教授を務める。1935年にはアメリカへ渡り、1941年に帰化。シカゴ大学プリンストン高等研究所を経て、 カリフォルニア大学ロサンゼルス校で教鞭を取った。カルナップは一時期未論の研究を行った後、再び関心を、科学的知識に向け、分析命題と総合命題の区別などについて、論じた。ありがとうございます。